マヤロープウェイ、織姫マヤケーブルの駅に隣接するロープウェイの虹の駅塚星台にある星の駅マヤロープウェイは、兵庫県神戸市田区のマヤ山に架かる神戸市前町づくり校舎のロープウェイである。マヤ山の中原にある虹の駅と山頂部にある星の駅を結ぶ。マヤケーブル線と合わせて、マヤビューラインという公式愛称が付けられている。以前は、マヤビューライン夢散歩という愛称だったが、 近年ではその愛称はほとんど使われていない。しばしば、マヤロープウェイとも表記される。マヤ山山頂の星の駅近くにある、塚星大展望台から眺める神戸の夜景は、一千万ドルの夜景と言われている。また同駅から、釈迦の聖母マヤ夫人像を祀る、通り天井寺は、徒歩10分のところにある。また、同駅付近にサンテレビジョンの親局送信所がある。 現在の車両は1号車には、彦星2号車には、織姫という愛称がそれぞれ付けられていて、車体色は、マヤケーブル線と同じで、織姫は、エビ茶であり、彦星は、コケ色である。2001年の営業再開時に3代目の車両として、安全作動と向川車両で新造されたが、2014年の事故で激しく破損した織姫のみ、新たに製造されたため、 織姫の車両は4代目となっている。4代目の織姫は2014年に安全作度と阪神車両メンテナンスで製造されたもので、外観は3代目と同一になっている。内装については、照明や車内スピーカーなどは3代目の廃車発生品を再利用しており、新調した部分も3代目、彦星4代目、織姫ともに当初は窓枠がアルミ無塗装になっていたが、 後に、車体の色に塗装された。また、三代目、彦星の前照灯は当初は、シールドビームであったが、後に、白色 LED に変更されている。開業時から使われた、初代車両は、丸みを帯びた車体で、白をベースに、窓周りと模様が緑で、神戸市バスのような配色となっており、前面には、神戸市バスの後部に似た模様がついた車両であった。一号車は、 鈴風2号車は、そよ風の愛称があった。1974年から営業休止まで使われた2代目車両は角張った車体となり、初代と同様に1号車は、鈴風2号車は、そよ風という愛称があった。営業再開時に廃車になっているが、2020年2月現在も1号車の車体は、六甲有馬ロープウェイの有馬温泉駅近くの、 駐車場で料金書として使われている。ありがとうございます。